お疲れ様です。ラットです。今日はですね、宝具企画28日目やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、もうフレーバーとね、やっていきたいと思います。宝具デッキを、とりあえずまあ今まで、まあ、いろいろ触ってきて、まあ主にね、クエイコーグをね、やっていたと思うんですけども、まあ、なんかいろんな方の宝具を一旦準備しましたので、ちょっとこの辺の宝具を使って、まあフレンドのね、まあ猛者たちにフレーバーと仕掛けてやっていきたいと思います。まあもちろん全勝を目指すんですけど、まあ勝率 50% は欲しいよね、というところで、そうやっていきたいと思います。で、まあ今ログインしてるフレンドが、まあこんな感じになるんですけど、まあシーズン終盤ってこともあり、まあほんとモンスターたち、有名な人たちがね、まあ、結構いますよと。さあ、ライキさんとかマジ仕掛けたいですね。で、なんならポロンさん、スポポーンいいですね。はい。ポロンさんもね、まあ仕掛けれたら熱いなと思うんですけど、さっきちょっとツイッターで忘年会終わったとかね、言ってたね。でも今酒でね、ダウンしてると思うんで、まあボコボコにね。いやー、したいっちゃしたいですね。さあ、というわけで、イアン行くか。いや、イアンはちょっと後で行くか。アナザー行きましょう、アナザー。アナザーで、そのアナザーですね。で、まあ、序盤っていうか1試合目、何のホグでね、まあ、行こうかなって感じなんですけど、これで行きます。まあ、ロケホではなく、圧着型のボムのライト型ですね。まあ、今の環境、まあ、いろんな方のホグがあるので、もう、待って、ライキさん来た、ライキさん来て、お願い、俺に来てくれ。さあ、ライキ・ジョーンズ兄貴でございますよ。なんかね、また年始、新年迎えると、またなんかライクさんが企画したね、チーム戦の新しいね、イベントも始まりますんで、ぜひそちらもね、なんかチーム戦でね、KK と僕とライクさんと、みかんさんがね、オンラインチームとかで、まあ、やるので、ぜひちょっとね、見てみてください。まあ、だこの辺にいる人たちはね、まあ、当たり前に最多8000とか超えてたりとか、もう本当にね、うまいです。うますぎます。さあ、来た。よろしく。いやー、これ。よろしく。いや、マジ勝ちてえな。ありがとうって言っとこう。まあ、あんまフレーバーと仕掛けるとかないかな。あ、ちょっと撮影してんのかなぐらいはね。思ってそうだけどな。さあ、何使ってんだろうな。ライクさん最近。ロイホグのイメージがちょっと強くなってきたっすね。さあ、ホグ一丁。オリか？トルネか？この香りは。おい、トルネやないかい。ちょっと待ってくれよ。グッドゲーム言ってきやがった。マジかよ。ああ、遅延スケラだ。いや、これはね、戦えます。まあ、圧着食いなんでね、僕が。これ、ロケット誌だったらね、罪でしたけど。ん？違う、エレキだ。あ、スケラフリーズだ。さあ、そっちのね。ってことは、この圧着食いだりです。まあ、フリーズ防衛が結構硬いっちゃ硬いですけどね。さあ、まあ、着衣止めらながらの、いていて、またスケを、じじ。次のホグにはトルネードは回んないですね。おー。よいしょ。サファイスピとナイトで、いやー、さ。いやー、これな、なんかクエイクだった方が個人的にはいい気がするけど、どうだろうな。最後の最後でライトニングぶっ刺さればいいんですけど、そう簡単にぶっ刺さんないんですよね。ライトニングが。さあ、3000に行くか。ワンチャンキングもね、折れたらいいなとか思いながらやっていきましょう。で、相手とサイドは逆がいいので、サイドはまあ変えていきますと。で、フリーズ？スケラフリーズなんで、まあ、このアチャクはちょっと、きつめである。ライキさんからしたら。いやー、いいフリーズ来ちゃったっすね。よいしょ。サホが多少入っていくと。マジの多少っすね。で、ボーラーの角度ゲーされるっすね。いや、そうなんすよね。いいボーリーだ。なんなら透明、早くないと。あ、オッケーオッケー。さあ、ボーラーやってもらいながらの。いや、それちょっとずるいんすよね。マジで。これマジでずるいんですよね。いやー、痛いなー。いや、待って、ちょっと待ってくれ、ライキさん。それは違う。インドラやばいな。さあ、インドラはね、俺はどうにか処理したいんですけど。まあ、ワンチャン右サイド来るか。いや、この部分もったいないですね。まあ。これは、まあ大丈夫ですね。あ、着衣徹底ですね。だからインドをやっぱ残せばねっていう考えになるんですよね。
そう、インド残ればきついやろっていう考えだと思うので、まあ圧着衣をね削る、圧着衣を倒す用のっていう立ち回りです。いや、どっち攻めるか悩むな。さあ、これタギがホグに行くんですけども、いや、難しいですね。ハシマインドスケラぐらいいきそうですけど、よいしょ、来ないでと祈りながらホグ飛ばしていきます。いや、いいホグじゃない、でもちょっとだけいいホグじゃない。フリーズきそう。いや、めっちゃ耐えてる。これ右にボーラー来るのめんどくさいんで左行きます。こっからでもライト削りかな、ワンチャン。よし、あのボーラーやべ。やべ、エレキの、あ、エレキの感電で、これ金が落ちねえかな。いやー、耐えてよ。いや、これはね、きついっすよ。いや、マジで、ちょっとマジかよ、くそ。出だし悪めですね。さあ、ちょっと負けちったですけど、トルネのね、スケラフリーズですね。だ、そう、スケラがね、今強いんですよ。そう、マザネクがね、減ったんでね。マジで、マザネクいない環境だと、ガチでスケラ強いですね。マザネクいてもスケラは頑張れてたんで。さあ、というか、ちょっとスケラ引きたくないね。さすがに、どのデッキでもスケラ引いたらちょっときつい気がするんですけど、まあ、これマジアチでいっか。いや、まあ、一旦この、鬼練習してたね、ホグケークでいっか。いや、ちょっと入ってくれるプレイが結構限られちゃうっすね。そう、まあみんな忙しかったり、やっぱトラ上げしたかったりとかあるんで、ちょっとモールテンね。いやー、来てほしいな。お、アナザーから来た。さあ、ちょっとね、誰ともなかなか触れ技をできなかったんで、いや、これは救いですね。いやー、ありがてえ。さあ、よろしく。アナザーテースですね。アナザーもな、ちょっと前までというか、ほんと1、2年ぐらい前は、クララ YouTuber だったんですよ。そう、多分調べたら出てくると思うんですよね。さあ、メガゴ、メガゴザップか、ちょっと癖があんな。まあ、ラバジャイ、ラバジャイ、バルーン、あー、バルーンっぽいっすね。ポンペイオバルーンじゃないですか、これは。もしかしてゴボリが出てきそうだな、これか、インドラ。さあ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 、これはバルーンですね。一発入らないと。しっかりテスラ置いて、いや、テスラバルーンしっかり攻撃してね、タワーも。いや、これさ、ロケオンいる？いや、耐えれると思ったんだけど。いや、最悪だ、もったいない。これ金起動されてしまう。そしてやばいやばいやばい、流れがやばい、マジで流れがやばい、本当にやばい、本当にやばい。渋いな、今の一発入るのか入らないか、なんか絶妙な感じのね。さあ、メガを帰ってきそうだけど帰ってこない。さあ、いいファイブだ、一発。まあ、ディガー削りでね。いや、これな、でも俺ポンピオに勝ったことあるんですよね。ポンピオ本人に、このポンピオバルーンっていうデッキが世界で一番うまい、まあ、ポンピオってやつが作ったデッキのね、あの作ったプレイヤーならそういう名前なんですけど、に勝ったことがあるんですよ、このホグで。いや、だからちょっと勝ちたいっていうのはあるっすよね、ぶっちゃけ。まあ、降り、これ多分行った方がいいんですよね。そうそう、まあロケは延命できるならしたいけどな、むずいよな。そう、全てしっかりええ感じにね、ええ感じに守れるといいんだけどな。いやー、いいファイボや。いいファイボや。痛い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 。いやー、もう一発落ちたらダメよ、バルーンちゃん。
おい待ってくれよ、全然勝てないよ。そう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 、あの序盤のイラン一発が良くなかったかもしれねえな。あそこをちゃっちゃろ強打して守ってたらみたいなこともありそうな気もするが、テスラの攻撃速度が落ちたのがちょっと痛いのかわからんけど、いやワンチャンありそうなんだけどな、時間が間に合わねえんだよな。サファイボで耐える。いやー待って、なんかええ感じにたまたま拡散が当たってくんねえか、たまたま拡散こっからロケも伸びねえかビームみてえに。あー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 、マジかよ、くっそ。いやーマジの最初の一発っすね。あれな、た前のテスラだったら入んなかったんじゃねっていう。まあやばい、ゼロに、やばい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 。そして渋いですね、ちょっとどうしようかな。次は今これやったんですよね。今次はじゃあライトニング型が、まあ、このちょっとなんか昔のおもろそうなんでも行くか。いや、一回ライトで勝ちます。いやー、ちょっとあれっすね。みんな、もうシーズン終盤で、多分もう残り1週間切ってんのかな。そう、トラゲ忙しいんですよ。だからもうこんなに取る低いの僕らなんですよね。そう、みんなもうさ、8000付近まで行ってて、そう、トラゲやってて、ちょっと忙しいからな。ちょっと入ってくんねえな、なかなか。頼む。10年、こいつはね、エリゴルデが世界で一番うまいし、なんならエリゴルデ世界一フィニッシュした男ですね。いやすごい、普通にすごいんだよね。エリゴルデ世界一フィニッシュってやばい。なんか何時間かでトロもね1000ぐらい上げてみたいな、数時間でやばいよね。エリゴル一番うまいってなんか逆になんかかっこいい。かまあ普通に世界一取ったのがすげえかな。さあ、ディガー、コウモリ、ウォールブレイカーかな、ワンチャンのなんか特殊デッキですけど、今んところウォールブレイカーっぽいっすね。さあ、ワンチャンのライト、オーン。あ、まあ、これいいな。持ってんの。危ない危ない。さあさあさあ。はい、郊外で反撃いきましたね。まあ、これは最近のね、まあ、トレンドですよ。で、吹き矢コウモリ縦線でしたね。で、もう一個がアウトローなのか、まあ、バルキリーとかムートなのか、スケキンなのか、みたいな感じですね。俺がこれクイークだったら神相手だったんですけどね。いや、今のは多分相手バカうまいっすよ。今のウッド。あの、LSP 来る読みのウッドですね、あれは。で、LSP 僕出したんですけど、なんか電波かなんかが悪いのか。出んかったっすね。いや、だからマジで、今のはね、相手のウッドうまいっすね。だから電波のラッキーですよね、今。びっくり。さあ、俺も反応若いですからね。ウッドさえて吹き分けやすいよねっていう。で、これホグ飛ばしても結局迫撃来るよね。さあ、このロケホうざいんだよ。マジで。マジロケホ強いよな、最近。よいしょ、残って。いや、いい。で、低め迫撃で金ギドかな。あ、ミスってる。あれミスってるし、それ金ギドできないんだよね。いや、ミスってる、ミスってる相手。いや、バカミスってるよ。美味しすぎん？マジ。あ、これもしかしてさ、迫撃褒めちゃう？もしかしてそういう技だった？いや、でもまあまあまあ。さすがに相手ミスってるかな、これは。ライトニング、まあ、打つとかないんですけど、うわ、一発、今入んのか思ったな。今入ったら激アツだったな。さあ、これさ、回んないんじゃない？もしかして。いや、ウッド裂いて、真ん中迫撃ね。さっきからずっと。ここの2周目ですね。熱いです。もう今、ホグ行きたいですね。一発？いや、一発入んねえのか。ロケ倒し？こっち来る。ディガー拾う。いや、拾えないか。ウッド打ってこう。いやー、ファイボー防衛強っ。なんかダメージ意外とだな。ここでクエイクとか打っていきたいんですからね、ほんとは。ウッドもセットで。いや、来るっすよね。ちょっと避けたんだけどな。漏れる。あ、ルート強制した。いや、でかっ。マジで。さっきからこんなんバーだな。あ、キョキョキ。いやー、まあこれはちょっとね、まあなんか、まあまあまあ、スッキリするようなね、めちゃいいプレイで勝ったってわけではないんですけど、まあ勝ったんでよしとしましょう。オーケーオーケー、これで1、2か。次勝てば、次勝てばですよ。全然もう勝率 50% ですから。
いや、スターリーさん行きましょう。この人もゴレですね。ゴレで世界9位取ってますから、あんな前シーズン世界36位はやばいっすね。そう、なんかゴレライドラのイメージがあるんですけど、まあ多分何でもゴレマンですね。はい。いやー、入ってきてほしいな。もうでも本当みんな取ろう。ああ、いや、神。マジで神です。マジで神です。ほんで今シーズン終盤でみんなマルチでトラゲしてるんですよ。そう、トラゲしてて、トラゲしてるところで俺がね、邪魔して横からフレバト仕掛けてるんで、そう。で、しかも入ってくれてるんで、いや、神っすね。マジ助かりますね。おい、全然これやないやないかい。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。あれだ、メガナイト枯渇だ。俺、違う。スターリーさん、メガナイト枯渇もよく使うんですよ。そう、だけど、バレバレっぽいけどな。まあ、スケキンとかの可能性もあるし、まあ、なんでも可能性はあるか。ちょ、ナイトとスケの位置なんか、絶妙に下手すぎて全部入ったんだけど。そんなことある？あー、なんかバレバレゴルナイみたいな、ちょっとオシャレなやつですね。これ、マジアチャで居抜きたいだけ、居抜きマシンいきます。さあ。いやー、居抜きたいだけなんだけど、居抜くのが強えの、強えの、強えの。どうしようかな、これ。いや、まあまあまあ、ウッド温存できたのはでかいなと、香ってます、皆さん、これは。神相性の香りがしてますね。まあなんか、スケバレはテスラとかコウモリで落として、まあ、バレルにウッド出て、で、マジアチャゲーミングできれば、多分、ああ、大きいっすね、これ。いや、そんな思ったほど大きくもなかったな。多分、結構熱いと思うんですよね。一旦飛ばしてからでいいか。おお。さあ、インフェ、まあ、マジアチャっすね、ガチで。うん、マジアチャ以外は、まあ、意外と大変って感じで。マジマジアチャ系っすね。やべ、ストーブがピーとか言ってる。さあ、テスラで吹き矢だけやって、オッケーオッケーオッケー。まあ、あとはなんだろうな、ゴルナイダッシュ気をつけると、ハシマイプリンとかかな。多分、ハシマイプリンは全然あるんですよね。そう、逆にプリン使ったんで、あっちいいっすよね、俺からしたら。ホグも行っても、全振り。クエク打っちゃって。そうそうそう。いや、熱い。結構入るね。結構入る。今のはいいっすね。低めコウモリの高め。ウッドオンツオンできてるってね、やっぱ攻めで、この、ウッド使えるんですよね。まあ、インフェかな。スケブか。さあ、まあこれ、あれ多分スペルないので、よいしょ、マジアチャゲーミングでね、 OK で、ホグで、まあ、クエイクかなっていう感じっすよね。なんかコウモリつけていいっすね。インフェが出てきて、そうっすね、このコウモリが地味にうるさい。いや、怖いマジで怖い。え、うん、うわー、待って、負けた。お、マジかよ。ゴルナイ、俺絶対走んないと思ったわ。ね。あれ、いつも俺だったら走んないんだけどね。いやー、ゴルニー、走っちゃって。痛すぎた。さあ、ちょっとイアンがログインしていきます。いきますか。世界2位を取ったことがあり、まあ、前シーズンも世界27と。もう世界で一番ホグクエイクが上手い男に、ホグクエイクで挑みたいと思います。いや、ド M すぎるかな。ド M すぎるかもしれないんですけど、まあ何でも使えますね。なんならちょっと前の、なんかチャスマックゲーミングの大会みたいな、チャスマックカップみたいなのがあって、その時もオンラインチームでね、そう、やってね、世界一になったね。まあチームメイトですね、その時の。ガチワンオンワン強いです。何のデッキでも使えます。さらにその中でホグがレベチですね。な、今だってホグで8060とか言ってますからね。やばいよ。おい、いや、イアンはね、入ってくれるんですよね。そう、ありがてえ。いや、こいつにね、ホグ対決で勝てればもう本物なんですよ。いやー、ウッドの感覚が、今のはホグっぽいっすよね。ウッド、うわ。そういう系ね。いやー、ホグかクロスか、まあ、二択だと思うんだけどな。まあ、さすがにアドバ取ってるからな。
行くよね。いやコームの使った、これテスラのやつだな。これ止まんなくない普通。ああ止まっちゃうんだろうな。やば、うまっ、マジかよ。いやー今のいい防衛ですね。まあでもでもです、Y にはマジアチャがあります。てかマジアチャじゃなかったらこれ絶対勝てないですね。ロゲホ型とかだと。まあまあまあ、でテスラとトルネードがあったのかな、俺許せないっすよねマジ。うん、さあこれトルネがこれで、あーいやー反応がおじいちゃん。いやもう一発入んねえか。でなんならここでロケットピューンとか来るんですよ。まあでも僕マジマジやっちゃいいっすねこれ。うん、マジアチャで射抜けなきゃ勝てないと思ってくださいね。あれ？俺の思ってたの違う。クロスです。ちょっとなんなら美味しい。あ、着衣。